はい、皆さんどうもこんにちは、ワンディー&ユーポンです。はい、今回ですね、ちょっと変わったと思います。ガチャガチャの方でまたまた新作が出たということで回してきました。今結構かぶったところもあったんですけども、そのかぶったものは省かせていただきます。まあ、今回エクレアですよ、エクレア。今回もエクレアの5種類を回してきたので紹介していきます。1回200円な感じです。まずこちらのピンクのカプセルが中にチョコ入ってるんですけども、こちらのものから開けます。これどういう感じの触り心地なの、これよくわかりません。エクレア握るとプニプニが気持ちいい。前後こんな感じです。チョコ、抹茶、レモン、キャラメル、いちごです。抹茶、これがスクイーズです。あ、なんか取れた。あ、水系です、これ。ほら、水系のエクレアです。あ、めっちゃ気持ちいい。見よ。抹茶は緑色のカプセルに入ってます。あ、めっちゃ可愛い。このような感じです。なんか可愛くない？なんかちっちゃい頃インフルエンザになった時に、私が薬が苦手だったんですよ、粉の。だからこのなんか抹茶アイスに薬を入れて飲んでたんですよ。もうめっちゃ気持ち悪くて、味が。で、それからなんか抹茶嫌いになったんですけども、最近食べたら好きになりました。こんな感じ。抹茶って美味しいんだなぁと思いました。なんか抹茶ケーキとかは大好き。アイスとか。めっちゃ気持ちいいんですけども、水の音はしない。これね、仲良し、小良し。次、いちご。ちょ、皆さんこれやばい。見てこれ。何この美味しさと可愛さ。タラコ、タラコ、美味しいタラコ。みたいな。こんな感じでございます。水の音しないじゃないか、ちょっと。わーいわーいわーい。こちらのレモンやります。すごい、これめっちゃ綺麗。なんかザ絵の具で塗りましたって感じですね。水の音しない。あの、地味したな。地味しましたね。不思議じゃない？エクレアがこれですよ。エクレアは中から変な物体出るんですよ。すごいかわいい。はい、続いて最後、こちらの、これなんだっけ？あ、キャラメルだ。続いてキャラメルです。でもこの、なんかすごくない？これさ、フランスパンじゃん。これあれみたい。パンだね、もう。はい、水の音はナッシングということで。でも、かわいい。これめっちゃかわいい。ほら。うわー。これやばい。はい、ということで今回はこちらのエクレアの スクイーズの紹介でした。ぜひ皆さん見かけたらガチャガチャの方で回してみてください。ではおつぽん。